サンゴも置くか。前回のやつはですね、思わぬ伏兵にやられました。あー、これ盗むけどちょっとこの位置は多分敵でも、敵がさ、解説すると盗んだ位置が確かに10マス以内は出ないんですよ。だから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あ、出るか。この部屋に出てしまうんだけど、敵がおそらくこの部屋には出ないので、この部屋から来る敵と、まあ、こっちとかこっちから来る敵がこう降りてきたらこう出てくるんだけど、まあ、こういった時にこの中に現れた敵がこっちにどんだけ来るか、1体だったらなんとかなるかもしれないし、使い捨て装備するけど、それ結構かかってますね。一度もうまくいったことない。こら、真実に気づくな。ドラシー、ヤマビコ、ナバリ、神高飛びそう、見ちゃいました。で、クロスボーヤはこれね、敵を倒すためのクロスボーヤじゃないんです。これクロスボーヤに、クロスボーヤ投げることによって、クロスボーヤを投げることによって、あの敵を、前から来た敵を減らすという。あいつも使えないか、使えない、いや使えるんじゃないか。よし、寝た。で、こいつを、こいつをね、僕がこれからやろうとしてるのを解説しましょう。こっから、ここに現れた敵が上に来ることが一番のリスクなんですけども、こいつ今逃げるモードになってるんですよ、こっちから物を盗んで。で、こいつをこっちの下に押し込んでしまえば、自分から逃げるから、こっちから来た敵をこいつが押し返してくれるんですよ。なので安全にこれで部屋の中に入ることができます。はい、なのでこいつをここにまず押し込む。そのためにはまず左上に一歩からこう、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 そうこうやった時、こうなった時にどうなるかっていうと、下からの敵は全てここを通ることはできません。なので、もし仮にこれに来てたとしても、ここで押し返して戻ってくれる、戻ってくれるように、この地形だからこっちから通れば、こっちから来た敵はこっち側に来ることはできない。上から回ってくるから、ここに入れさえすれば、入れさえすれば確実にいける。うん。はい。確実にいける。いった天才かイエーイ、泥棒解説でした。まあ、結果いなかったっていうね。うん。結果この部屋にはいなかった。多分近いから、もしかしたら発生しないエリアになってたかもしれない。うん、いや今日はキレッキレですね。